はい、どうも、うみです。本日は地雷ガールというゲームをやっていこうと思います。もう地雷しか、どこを見ても地雷しかなさそうな女、このタイトル画面の女めちゃめちゃ失礼、とっても失礼な偏見を言ったんですけども、まあね、地雷ガールということで、もうたくさんのね、地雷を持っている女たちがね、出てくるゲームですね。いやー、やっぱなんか見た目に出るよね。絵でもわかるもん、この女は絶対地雷女。やっていきましょう。スタート。はい。お、今日はマッチングアプリで知り合った彼女と初めて会う日。待ち合わせ場所はここなんだけど、彼女がいない。確か13時だったはずだよな。マッチングアプリの初対面ね。はい。13時だった。いないね。あれ、どこだろう。あの、このスマホの中にいるとっても可愛い子、どこにいるかな。なんだっけ、問題は ?13 時だったはずだよな。これとかが。え、これ、だいぶ過ぎてない？あ、だいぶ過ぎてるから、あ、まあね、あの、過ぎてもまだ来てないなってなってるのか。時計を確認すると大幅に待ち合わせの時間を過ぎてる。今どこって聞いたら、もう着くよって。電車の遅延とかなら連絡してくれてもよくないか。しかも遅刻までしたんか。うん、それはよくないね。遅刻した上にそれも連絡ないっていうのは。はじめましてって声かけられた。やっと彼女に会えるって顔を上げたんだけど、え、ごめん、君は誰？思わずこれと見比べてしまった。まあ服はね、ピンクで多分一緒なんだよな、それ。うん、この子、髪型も一緒だもんね。ちょっと目の大きさと、あの、顔の輪郭が、あれ？これじゃないの？あ、あー、あれか、見比べてしまっただからこっちか。これをプロフ写真にしてたのかな？うん、はい。アプリに載っていた彼女の写真とまるで別人が目の前に。加工しすぎじゃない？これは詐欺と言っていいレベルだよ。俺は顔が好みだったから会おうと思ったのに。まあね、詐欺、まあ一種の詐欺なのかもしれないけど、まあここまで別人だったらまあそうなのかな。うん、この顔と思って会いにね、まあ顔だけとか言われるかもしれないけど、やっぱり第一印象は外見だからね。まあでもせっかくだし楽しむしかないかと気持ちを切り替えようとしたけど、思わずまじまじと見てしまった。彼女曰く、これずっと大切にしてるんだと。大事にするのはいいことだと思うけど、さすがに変えた方が良くない？しかも今日はデートだよ。変えた方が良くない？ああねえ、確かに服めっちゃ綺麗なのにカバンボロボロ。なんでそんなボロボロなのを使ってるんだろう。彼女のカバンは使い古されて随分とボロボロだ。大事にしているという割には汚れている。こういうところからもだらしなさが垣間見えるな。うーん、確かにやだね。なんか初めてちょっといい感じだなって思った人と遊ぼうってなって会ったら、めっちゃ汚いカバンとか、まあ、身だしなみが汚かったらちょっとやだね。やっぱ身だしなみは大事。彼女の仕草を見ていて、あるものがちらりと見えた。やばいことに気づいてしまった。気のせいかと思ってもう一度見た。下ろしてる時は見えなかったけど、もしかして。あー、うん、私もね、もうだいぶ最初に気づいたんですけど、これですよね、手首の傷。これはちょっとあかんですね。腕にいくつものリスカー跡が残っている。どうやら会うたびに男性がフェードアウトするのが悲しくてやったらしい。あ、そうなんだ。あ、毎回じゃあ、あの、こういうマッチングアプリで会って、男の人が勝手にフェードアウトって、な、勝手に帰るってこと？それはそれで良くないけどね。男性も勝手にいなくなるのは良くない。ごめん、いろいろと無理だから俺もフェードアウトさせるの。おい、やめろ。またそうやって傷つくでしょ。それならもうさ、ちゃんとさ、なんか言ってからね、で別れよ。フェードアウトってことは何も言わずに消えるってことなのかな。良くないよ、また傷つくじゃん、この子が。はい、もうね、かわいそうに。コンビニまで出かけた帰り、偶然彼女を見かけた。声をかけようかと思ったが、男の人と一緒で思わず足を止めた。え、その人はお父さんかな？彼女が？彼女、ケツ触られてるよ、彼女。うん、絶対お父さんじゃないね、その距離感は。彼女、浮気してる？お金持ちそうな服装の整った中年男性だ。でもお父さんにしては少し距離が近いような。仲がいいんだろうか。いや、やだな。ね、お父さんとこんな距離感の人やだよ。やっぱり声をかけようかと思ってもう一度よく見てみた。いや、お父さんじゃないな。親子だったらそんなところ触らないよな。うん、触らないし、もうセクハラだし。お父さんじゃなかったらむしろもっとダメでしょ、こんなとこ触るの。
男性が彼女の腰に手を回してお尻を触っている。もしかしてナンパされてセクハラされてるとか？それだったら助けに行かないと。お、これで正義のヒーローとなるのか。え、なんの浮気なのかな。いや待てよ、彼女を見ていたら混乱してきた。もしかして彼女その男に触られているのに嫌がっていないのか。だってその表情は、うん、めちゃめちゃ笑顔だね。え、金持ちを釣ってるだけなのかな。彼女は笑顔を男に向けている。嫌がっている様子なんてみじんもないな。二人は一体どんな関係なんだ。俺彼女の彼氏だよな。二股か。うーん、私の予想は、まあ、普通にパパ活系かなとは思ってる。営業スマイルだから、これは営業スマイルをしているのかなとは思うんだけど、どうなんだろう。あれはなんだ？中年の男性が使うとは思えない。もしかして彼女にプレゼントするのか？じゃあ彼女とあの男の関係って。まあそういうことだよね。やっぱ金払うから遊んでやるぜ、おい、みたいな感じ。はい。車の中にブランド物のプレゼントが置いてある。この様子を見るに彼女はパパカ、あ、やっぱそうだよね。パパカツをしているみたいだ。黙って裏でこんなことしている女性は無理だな。いや、黙ってなくても無理だけど。黙ってたらいいってわけじゃないよね。普通に彼氏いたらもうやっちゃいけないんじゃないの。普通に浮気判定だよ、これは私にとっては。いやー、ケツ触られてるしね。それに高いものも買わせて、そんなにあれなのかな、お金が厳しい状態なのかな。はい、いやー、まあいろんな人がいるもんですね。ネットで知り合って遠距離中の彼女、連休中旅行ついでに彼女に会いに、彼女地元に来たんだけど、普段から外でもそんな格好しているのか。はい。おー、なんかすっごいラフな格好ですね、ジャージ。まあ地元ならいいんじゃないの。学生時代のジャージを着た彼女、地元だからそんな格好でも構わないのかな。でも彼氏である俺と会うんだし、もう少しおしゃれしてほしかったよな。あー、まあそうね、確かにそうね、それはそうかもしれない。いやでも、あ、ここまで心を気を許してくれてるっていう可能性だってあるからね。あー、はい、ごめんなさい、閉じる。彼女の元に近づくとすごい匂いが。もしかしてそれが匂いの原因。まだ朝だけど、匂いの原因なに、酒飲んでるのかな。はい、なんかショタが手振ってるの、なんだろう、めっちゃ可愛い。地面に日本酒の空カップが転がっている。それ、これ全部飲んだのか。朝から叫びたりってどうなの。しかも飲み終わったからってそのままはどうかと思う。ダメですよ、ポイ捨て禁止。ポイ捨てダメですよ、一番ダメ。酒のポイ捨てなんてダメだよ。突然彼女に声をかけてきた。思わず身構えちゃったけど、彼女は軽く挨拶している。もしかしてこういう感じの人と仲いいの。怖いね、ちょっとこういうチャラそうなね、どういう関係、どういう仲なの、めちゃ疑うよ。ちょっとヤンキーっぽい、いかつい男と楽しげに話す彼女。俺とはタイプが全然違うな。こういう男性と親しいなんて思っていなかったな。もしかして彼女って昔はやんちゃしてた。うん、絶対やんちゃでしょうね。ジャージとかもでね、外出れるぐらいだから。はい。どこからか、ママーって叫ぶ声が聞こえた。ママ?あの子は誰？ママってまさか君のことじゃないよね。あら、まさかのママだったのあなた。てかなんか BGM 消えてるのを今気づいたんですけど、え、今消えた？それとも消えてた？はい。あれ？鳴ってないよね。すいません、戻ってちょっと BGM つけてきました。あれ、いつから鳴ってなかったのかな？結構前からもしかして鳴ってなかった？ごめん、今気づいた。ママ、はい、まさかの子持ち彼女だった？遠くから走ってくる子供が彼女の元に駆け寄ってきた。彼女は実はバツイチで子供もいるらしい。不倫じゃないから安心してって言われても、そういうのは最初に言うものでは。まあ確かにこれはね、付き合う前に言っとかなきゃいけない一番とても重要なことですね。まあバツイチ、ね、が悪いとかじゃなくて、ちゃんと話す、その事情は話しとかなきゃって感じですね。はい。いや、衝撃、まさかの子持ちだった。駅に向かう途中で新しいの買わせてって寄り道した友達。彼女はこれがおしゃれで可愛いんだよねって言うんだ。なんでいつもわざわざ高いそれを買うんだろう。なんでわざわざ高いそれ。わざわざ高いそれ。なんだろう、ちょっと待ってね。これがおしゃれで可愛いんだよね。これ？このカバン？じゃないよね。え、何のことなんだろう。
これが新しいの買わせてって売り道した彼女、これがおしゃれで可愛いんだよね。なんだなんだこれ、んこれ顔、ま、あ、はい、マスク、あ、いつも黒いマスクをつけている彼女、それ以外のマスクをつけているところは見たことがない。なんでだろう、あんまり理解できないな。あ、わざわざその高いの買ってるってわけ。はい。ずっと寄ってきた男が彼女をナンパしている。ナンパいつも嫌がっているよね。だったらそんな格好しなければいいのに。あまあ確かにね、可愛い男が声かけそうな可愛い格好と思ったら、あれ違う、ちょっとずれてたのかな。もう一回押します。はい、格好、あー合ってた、はいはいはい。ギリギリのミニスカートを好んで、あ、スカートなのか、私上をしたからか、さっき。彼女、露出度が高いからかよくナンパされてるんだよね。本人は服装について相当こだわりがあるみたい。まあね、ナンパされるのは嫌かもしれないけど、でも自分のね、それで好きな服を着ないっていうのは違うから、うん、自分の服を、好きな服を着るのは全然いいと思う。はい。突然、あれ、私の運命の人なんだって指さした。だ、確かに通ってるのは知ってた。でもそれって本気なの？あー、後ろのこれかな？ホストクラブのお方？はい。彼女はかなり頻繁にホストに通っているようだ。彼女曰く、彼は私の王子様らしい。本気で付き合ったりできると思ってるのかな？どうなの？本気でさ、ホストからさ、こう、本気のお付き合いっていうの、現実であるのかな？どうなんだろう。はい。あったらすごいよね。また違う男が彼女に声をかけてきた。それなのに、この子の方が可愛いよ、だって。厄介払いのために私を巻き込まないでよ。それはやめてください。それはダメですよ。友達を売らないで、ちょっと。地味な私をナンパする男に押し付ける彼女。最近彼女のペースに巻き込まれがちだな。本当の厄介事に関わらないうちに友達解消した方が良さそう。あー、友達解消、こう悲しい。もうね、ちょっとした、そういうね、なんとも思ってない金ね、一言でね、友達ってなくなったりするんだよ。ちょっとその、地雷があるじゃん。地雷があるじゃん。今大切な友達を一人失いました。まあこの地雷ガールは友達いなくなったところでね、全然気にしてなさそうだからね。絶対にだってホストのね、王子様しか頭にないはずだよ、この地雷ガールちゃん。いや、友達もね大切だから、うん、大切にしましょう。